カウアン・オカモトの告発には平野仕様との確執、金銭トラブル、DV 被害の証言が絡み、真相解明が待たれます。ジャニーズ JR 出身で歌手のカウアン・オカモトが、ジャニー北川氏への性加害告発を機に注目を集めています。しかし、彼の過去には元同居人や別の告発者からの証言が相次ぎ、その信頼性に疑問符がついています。 この記事では、カウアンの告発の背後に潜む真相に迫りつつ、彼が売名や野心を追求しているのか、それとも勇気ある告発者なのかを検証します。カウアンと平野の仕様の確出。カウアンはジャニーズ JR 時代に平野仕様と同じく活動していました。しかし、その中で平野に対する不満や嫉妬が渦巻いていたとされています。 彼は TikTok ライブで平野に対してネガティブな発言を繰り返し、有料の投げ銭を促すなど、金銭的な要素も絡みつつ平野に対する不満を強和にしました。芸能記者によれば、この不満は平野がすぐに人気者となり、その影に隠れる形となったことに起因しているとされています。しかし、 カウアンが金銭的な問題に巻き込まれる原因となるのは、ジャニー北川氏への告発後に明らかになります。DUI への告発と金銭トラブル。音楽プロデューサーップユが告発した内容によれば、彼は地元でカウアンと同居し、一緒に楽曲制作をしていたところ、思わぬ展開に巻き込まれました。 始まったのは音楽活動ではなく FX に関する投資であり、250万円の損失を出したとして、借金の返済を迫られたと主張しています。さらに、DUI がカウアンと作曲したと主張する楽曲、オルゴールが、実は元彼女との共作であるとし、勝手に使われたことを告発しています。これにより、金銭トラブルが浮き彫りになりました。 また、DUI だけでなく、別の女性も DV 被害を訴え、カウアンの金銭トラブルに関与していたことを証言しています。カウアンの狙いは告発による威発逆転 ?DUI への告発を含む複数の証言が示唆するところによれば、カウアンは告発を通じて威発逆転を狙っていた可能性があります。彼がジャニー北川氏への告発を行うことで、 注目を浴び、自身の歌手としての地位向上を図る狙いがあったと考えられます。その一方で、彼の行動が単なる自己都合のためである可能性も否定できません。彼は外国特派員協会の会見後も、 これで話題になれる、世界デビューできる、逆輸入で人気になれる、と発言しており、告発が単なる社会正義の行為ではなく、自己プロモーションの一環である可能性が浮上しています。カウアンの正体はカウアンに対する様々な告発と証言が相次ぐ中、彼の正体についての疑問が広がっています。 彼がジャニー氏への告発を通じて社会正義を追求しているならば、その行為は勇気あるものとみなすことができるでしょう。しかし、金銭トラブルや過去の確執から見え隠れする野心的な一面も否めません。最近の報道では、カウアン側の弁護士がガーシー容疑者の代理人と同一人物であることが示唆され、訴訟に向けた動きが見られます。 このような事態が続く中で、彼の正体に迫りつつ、真相の究明が待たれます。ジャニーズ JR 出身で歌手のカウアン・オカモトの告発には、平野仕様との確執や金銭トラブル、過去の DV 被害に関する証言が絡んでいます。これらの事実を総合的に見ると、 彼の行動があくまで社会正義を追求しているものが、それとも自己プロモーションや野心によるものが明確ではありません。真相を明らかにするためには、関係者や証言者の証言を慎重に検証し、公平かつ客観的な視点から彼の告発を評価する必要があります。今後の動向に注目しながら、彼の正体や彼が追求する、 正義の本質に迫る必要があります。